こんにちは。一月十六日時刻は午前十一時を過ぎました。坂上ドリーのレコメンド。パーソナリティのシンガーソングライター坂上智則と。とモデルのドリーです。この番組では MC 二人とリスナーの皆様のおすすめレコメンドをお伝えしてまいります。はい。この番組は八十四点一メガヘルツ FM サルースで生放送中。YouTube ライブでも同時生配信中です。 FM サルースのホームページトップ画面のところにも表示されていますのでぜひそちらもアクセスしてみてくださいまた FM サルースはスマホのアプリ FM プラプラでもお聞きいただけますこの番組ももちろん生配信中ぜひアプリもインストールしてくださいねさらに JCBA サイマルラジオでも FM サルースをお聞きいただけるようになっていますインターネット経由でもぜひお聞きくださいはい 今日は本当にいい天気でいい天気ですね。ねすごくも元気が出てくる天気です、はい。なかなか昨日寝られなかったっていう地域の方もいらっしゃるかと思うんですが、いや本当ね、はい、あの僕も住んでいたところでは、はい、警報がね結構なって、じゃあ,あのとりあえずね元気を出していきましょう。そうですね今日もとにかく元気でいきたいと思いますがこのレコメンドにもこう元気をね届けていただいたんですけれども、はい、ご紹介をお願いします。はい今ね。 youtube のコメントにも来ていただいてます宇野目箱さんがこちらの新しい絵を書いてくださいました宇野目さんお越しいただいてありがとうございます、はい、こんにちはありがとうございます,いますコメントいただいておりますがあのいつもですね 我々のホームページとかツイッターとかで使わせていただいているイラストをあの提供していただいているイラストレーターの宇野目はさんに新作ですねお正月のレコメンドのねあのイラストを書いていただいたんです。はいありがとうございます。本当にありがとうございます。1月の2日がまあ事前収録であったんですが今年の初めのあの放送だったんですけどその時にねドンとこれをツイッターに載せててくださいましていや本当ねびっくりしました。はい。で 今回はねちょっと僕勝負に負けてあのいたずらがされてしまってますそうなんですよちょっとよく見ていただければわかると思うんですがこれハゴ板ねハゴ板、うん、合ってますねハゴ板にねあの私が勝って坂上さんが負けて私がこうバッテンを書いたというシーンのようでございます <laughs> はい本当に可愛らしいイラストありがとうございます、はい、でもねこうちょっとあのこの墨で塗られた部分はね綺麗にしていかなきゃいけないかなと思うんですけれども、はい、さあ今週のお便りのテーマははい心を清ら,らかに <laughs> お伝えさせていただきたいと思いますが今週のお便りのテーマおおすすすめこだわりのお掃除グッズを教えてで YouTubeLIVE のコメントや FM プラプラ公式ブログのお便りフォームなどどこからでもお送りください歌のリクエストも募集していますはいそれでは今週のレコメンドスタートです はい坂上の音楽レコメンドのコーナーですこのコーナーはメジャーではない自分の力で頑張って活動しているインディーズミュージシャンの楽曲をレコメンドおすすめしていくコーナーになっています最初に岡田圭さんの有名になりたいをお聞きください お聴きいただいているのは、岡田圭さんの有名になりたいという曲です。岡田圭さんは千葉県出身で、ザ・シーチキンズのギターボーカル、そしてソロとしても活動されています。バンドは今年で20周年、ソロ活動は今年で10周年とのことです。インディーズで音楽活動を長く続けるって本当に大変なことだと思うんです。環境的にも、モチベーション的にも、金銭的にも、 なので、有名になりたい、そう思ってるインディーズミュージシャン、多いと思うんですよね。ありがちな言葉ですが、継続は力の源です。10年、20年続けられるパワーを直接感じたい方は、ツイッターにてカタカナで岡田圭で検索してみてください、えー。続きまして、このコーナー宛にお便りをいただきましたので、ご紹介したいと思います。こんにちは。いつも楽しいラジオをありがとうございます。 最近私の中で音楽の先生と共闘というアーティストがマイブームです中でも「転生」という曲が一押しなんです気分的に落ち込んでいる時に聴いてとても感銘を受けましたもっともっと皆さんに知ってほしいアーティストです是非一度聴いてみてくださいということでお便りをいただきましたパラソルさんありがとうございます一度聴いてみてくださいということなんで是非聴いてみてみましょうそれでは 音楽の先生と教頭の転生。 お聴きいただいているのは、音楽の先生と教頭の天聖という楽曲です。番組では、自分の曲もラジオで放送してほしいと思っているインディーズミュージシャンからの楽曲も大募集しています。ご希望のミュージシャンは、FM サルースのホームページにある番組案内より坂上ドリーのレコメンドを探していただき、そこから当番組の公式ウェブサイトにアクセスして、インディーズミュージシャンの楽曲募集のコーナーよりご応募ください。 以上、坂上の音楽レコメンドのコーナーでした。 ここからはお便りのコーナーですね、はい、今週のお便りのテーマはおすすめこだわりのお掃除グッズ教えてです、はい、はい。早速ねお便りをいただいておりますのでお読みしていきたいと思います、はい、まずはねブルーハワイアンさんからいただきましたありがとうございます,いますブルーハワイアンさんのおすすめは充電式のミニ掃除機ですこれは車の中を掃除するとき役に立ちます ドラッグストアの景品でもらったもので充電に半日ぐらいかかりますが案外よくゴミを吸いますしどこでも使用できるのが便利ですねはいありがとうございますブ、はい、ルーハウェイさんありがとうございますドラッグストアの景品でミニ掃除機をもらえるはい、はい、どうやってもらったんですかねどこでもらえるんですかねどこで <laughs> <laughs> あの結構ドラッグストアってポイント貯めたら あの何かに交換とかあと年末とかクリスマスとかそういう時にあの抽選会があったりとかいろいろすると思うんですけどありますねはい私がよく使っているドラッグストアは5,000円ぐらいの商品をもらうために5万円分ぐらい買いいい買物しなななきゃいけないのかな結構,結構まあそれぐらいのうんまあもっとねポイント活動とかをねうまくされてる方はもっと貯められるんだと思うんですがなんか地道に貯めてるとそんな感じなんですけど。 すごいですね。あのミニ掃除機をゲットされると。ということで。実際ね、車の掃除ってやっぱ結構大変なので。あのこう、携帯式のね、あの掃除機とかあると、すごい便利。ですもんね。はい、車のな、あの車をお持ちの方はね、特にそうですよね。はい。あの、はい、情報ありがとうございます。はい。おすすめミニ掃除機でした。続きまして、リスさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私のおすすめは、ダスキンのスタイルフロアララ。 というモッ,プの赤ですモップというと私のイメージはでっかくて汚いという印象なのですがこちらの商品は一緒に暮らすモップというコンセプトで作られ全身が鮮やかな真っ赤でかわいいモップ部分がスリムなので場所も取らずどこかスタイリッシュこの投稿のために調べましたらなんと抗菌抗ウイルスの薬品加工も施してあるそうです レンタル商品なので毎月汚れたモップを自宅まで取り替えに来てくれて楽ちんほこりっぽいなと思ったらこいつを取り出して階段やお部屋を掃除していますもうモップはこいつしか使わないといただきましたあり,まありがとうございますお赤,赤ですか可愛い,い色ですよねうん、うん、しかも一緒に暮らすモップということで私もあの、まあ、実家にいた頃なのでもうね十何年も前の話になりますが ダスキンをね実家取り入れていてそのモップの交換をしてくれるやつだったんですよまさにその頃まだ大きかったですよモップがモップがなのでモップがねあの大きくて汚いっていうかまあそういう印象っていうのはね私も同じだったんですがこんなにねスタイリストで可愛いものがあるといいですねそうですねはい、うん、ただね私、うん、あのモップの思い出じゃないんですけどはい、はい、その実家に届いていた時なんですけどあの なんか一週間に一回か二週間に一回取りに来てくれるんですよ。交換でね。で、それ綺麗なことでいいんですけど、なんかその取りに来るときに新品同様で返すのが恥ずかしいから掃除に使ってました。<laughs> 直前に <laughs> 直前に使ってました。でもそれはじゃあ定期的に必ず掃除し,しようっていうねモチベーションになるからいいですね。そうですね。そうなんですけど、一週間に一回だったか二週間に一回だったかですけど、あの理由が モップ新しいまま返すのが恥ずかしいっていう理由だったんで。え、どんな理由だとお部屋が綺麗になれば。ね、綺麗になったかどうかわかりませんあ、バシャって、シャっても、あの。とりあえず使いみたいな感じだったかもしれない。い私の掃除の仕方ですね。はい、はい。ありがとうございます。続きましてね、山ちゃんからいただきました。ありがとうございます。僕は職業柄、小さい機械部品を掃除することもあるんですが。 そんな時は、綿棒をよく使います。うんうん、指が入らない、雑巾で拭けない細かいところに重宝しますね。P. S. 今年も放送頑張ってください。ありがとうございます,います山ん。ありがとうございます。どうですか、綿棒って、坂上さん、あのお掃除とかされるか、あれです。まあ、例えば、そう、パソコンとかね、はい、あと、あの。僕、鍵盤弾くじゃないですか。はい、で、鍵盤もやっぱり汚れやすいんですけど。はい、角のところって、やっぱり汚れが取りにくいので。はい、あの綿棒とかでね、こう、グーって取るっていうことは、まあ、やりますね。 なるほど。うんうん、すごい。え、取れます？取れます<際>取れます。実際やっぱりあの綿棒がないと、あのティッシュとかでねやってもはしごはしごはしがやっぱり取れにくいので。そうかそうか。うん。だからすごく綿棒は使いますね。はい、いいですね。まああの細,細かいところを取ろうという精神があるところが素晴らしいとい私は思いますけど <laughs>。 <laughs> はいすごい山ちゃんも坂上さんもねあの綿を使っていらっしゃるということで尊敬いたしますお便りありがとうございます。じゃ続きまして今番組か番組にいただいたお便りですえ坂上さんモデルドリーさん船越さんこんにちは。こんにちは。ちはそしてえ坂上さんモデルモデルドリーさん新典歳出の放送収録お疲れ様でしたありがとうございます。 今年も坂上ドリーのレコメンドをよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いします、はいえー、今年の最初の生放送テーマのおすすめこだわりのお掃除グッズ教えてはスポンジ、雑巾、お風呂洗剤、バスクリンですねピンク汚れ、黒カビの発生も防ぐ効果があります昨年はお風呂掃除をやりましたあ、き、ごめんなさい、昨日は、えー、お風呂掃除もやりました いただきました。ありがとうございます。ますね黒カビの発生ってね、まあ、注意したいですよね。まあやっぱバスクリーンがお風呂にあるところ多いですよね。そうですね。うん、あのまあ私もお風呂だけはね綺麗にしようと思ってね唯一あのちゃんと毎日掃除しています。お風呂だけは、ね、<laughs> だけは <laughs>。 はい、はいえー、YouTube でもねたくさんコメントいただいていて本当にありがとうございます,います皆さんねご挨拶できてなくてすみません本当に、はい、ありがとうございます充電式の掃除機バッテリーがねもう少し長持ちしてほしいとかって言われますけどいかがですか使ったことってありますかあ,あるんですけれどもはいあのう ちの中で使っている充電式熱をちょっと掃除したくて持っていくぐらいなので。はい。うん。あの、全然大丈夫ですね。さあ、それぐらいだったら大丈夫だってこと、ね。そうですね。日々進歩してますからね。本当です、ね。あの、きっとそういうふうに思っていらっしゃる方多ければ。あの、どんどんと充電の技術を上がっていくのかなと思うんですけれども、ね。はい。そしてね、僕、あの、この、頂いているコメントを見て、あの、はい、まず自分の。体の中を綺麗にしていかなきゃいけないんだなっていうのをね。ちょっと感じました 確かにあの何ですか,なんかねピチピチこうピチピチとかね横に広がってるとかね <laughs> たくさん頂い,いているそう,そうでもないんですよって言いたいんですけどまあわ、はい、かりましたあの見た目ねあのそういうふうに見えるということなんで気をつけなきかなと思っておりますはい清潔感保たれているので大丈夫だと思いますが <laughs> あのちょっとね今年の目標私と一緒にダイエットしますかそうですねダイエット頑張りたいと思いますははいい頑張りましょう <laughs>、はいはい では、ね、以上、お便りのコーナーでした。番組へのお便り、コメントはまだまだ募集しております。 ここからはドリーのいいとこどりのコーナーです。今日のテーマは。と言いたいところなんですが。今日はちょっといいとこどりしません。いいとこどりしない。はい、今日はですね、ちょっと本当に皆さんのお力をお借りしたいと思っております。 あの実はですね。最近ちょっと手に湿疹ができるようになってしまって、はい、お医者さんから素手で洗い物をしないようにと言われてしまったんですね。そのことから、あの洗い物の時にゴム手袋を使わなきゃいけなくなったんですよ。はい、はい、今日ちょっとね。あのお便りのテーマゴムゴム手袋じゃない？お便りのテーマ、お,<い>お掃除グッズにしたんですけど。 あ、ちょっとそういうね。あのー、なんかいいのあるかなと思ったんですけど、ちょっとね。いただけなかったんですが、今回私の悩みをちょっと垂れ流しさせていただき、いいのがありましたら、皆さんから逆にねええー、といいとこどりレコメンドをしていただきたいなと思っております。なるほどはい、皆さんコメントをお待ちしております、はいおね。お願いいたします。ちょっと切実な悩みでございます。まあね、あの理想のものがないんですよ。 はいで今までねいろいろ試したものをお話ししますと初めはねどこにでも売ってるゴム手袋を買ってきて使ってたんですね手首より少し長いぐらいのやつですでも私すごい手が小さいんですよはいなのでどんなのもねあんまりフィットしなくってでブカブカで滑るし使い勝手があんまり良くなかったんですねなのでピタッとした方がいいのかなと思って あの医療現場とかで使われているような合成ゴムのピタッとしたやつを使ってみたんですよあもちろん医療用ではなくてねあのダイソーとかで売っている何十枚入りとかっていうやつなんですけどそしたらですね水のの温度をそのまま受け取るんですね結構薄くって、うん、なのであとねえー、とだからちょっとねこれは使いづらいなと思って却下をしたんですよはい で次に試したのがちょっとお高めの滑り止めがついたタイプうん、うん、あります。ね滑り止めは良かったんですけどそのねちょっとした拍子に袖から水が入ってきて右手ばっかりでその袖から水が入ってきて中がびちゃびちゃになるっていうことをもう何回も繰り返して裏返して干すっていうのが非常にストレスだったんですね。あ<ー>はい そしたらもうね水が入らないようにと思って肘ぐらいいまでである長いのを使ったんですよそしたら長袖の季節になっちゃって作業がしにくいというかはまらなくなってしまったんですね塞がりということで一応ですね今日持ってきたものがあるのでね、はい、まちょっと理想に近いでもこれにこれじゃない何かちょっとアドバイスをいただけないかなと思います。 私が今言ったように私の理想はですね水が入らないことが一番重要かなと思っているんです。あととサイズが選べることですかね今回持ってきたのはこのようなあのまあ何の変哲もないようなこうゴム手袋に見えるんですがオレンジ色で、ねジ色ね、ちょっと長めで,、はい、でな長めなんですけどこうギャザーがついててここをあの伸び縮みするんですよ。手首のところから あのーまあ、入り口のところに向かってギャザーがついてて、はい、こういう感じのものが理想だなと思って買ってみたんですちなみにこちらはねダンロップホームプロダクツというところが作ってる女性の手を考えたぴったり機能プリティーネっていうものなんですってタイヤの車のタイヤのダンロップと聞いてねあの詳しい方は。 ダンロップこれなんか系列の会社みたいなんですよはい、はいはい、で今値段は300円ぐらいなんでそこまで高くないんですが、うん、これね使ってもちょっと理想ではありますであとブツブツがついてるので滑りにくくはなっているんですよはい、はいはい、結構であとサイズが SML と選べてえー、といい感じなんですねただここに何でこれがあるのでしょうかっていうことなんですよレコメンドしたいんだけどもうちょっと <laughs> もう一声 <laughs> もう一声どうでしょうかね分かりますこれ3代目なんです実はあ三3代目もう,もう3代目はい実はですねこれちょっと破れやすくて、はい、1>, あの1枚目はこう手を入れた時に破れたんです 2>, うん2枚目は脱ぐ時に破れたんですよはい、はいはい、薄くてねちょっと触ってみてもらっていいですかじゃ、はい、ちょっと触らせていただあ うんちょっと薄手ですねまあ、ゴム手袋ってもうちょっと厚手だなってイメージありますけど<う>これは薄手な感じがしますねそうなんですよねだからねあのー、ちょっと私の握力が異常なのか履くときに, <laughs> に破れ脱ぐときに破れこれが3代目なんですよねなのでどうしたらね水は入らないゴム手袋がなんかお勧すすめをいただけないかなというふうに 思っているんですよ、はい、今ただいたのがてんてんさんから「ゴム手袋する前に木綿の手袋するといいよ」ってほう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 ごめ木綿の手袋を、えー、すると厚めのお湯で洗い物をするとでってもしっとりしますとあこれはそういうことなんですね木綿の手袋ってなん何のために使うんですかね <laughs> <laughs> あの手をきれいにするために使うものですかいやでも手をガードするためにそして滑り止めですかね滑り止めですかねゴム手あ私の手が小さいから木綿の手袋をつけるとあれなんですかねちょっとブカブカ感は収まるああそういう効果もあるかもしれないです。で天廷さん書いてくださってる通りハンドクリームかオイルを塗ってから木綿の手袋をしてその上にゴム手袋として厚めのお湯で洗い物をすると。 手もしっとりします。ということで、私手湿疹でね。まあ、痛いかゆ,かゆい赤くなってしまうのも、ちょっと和らぐかもしれないという逆逆の発想ですね。水が入らないようにしようというよりかは洗い物をしながら綺麗になるということですか？でいい発想ですね。確かにね。はい、なんかいろいろと木綿の手袋ってね。売ってそうですもんね。 ね、今ブルーダルさんからは、はい、薄手の木綿の手袋だったらぐんあの薄手の木綿の手袋も軍手も選び放題だってコメントいただきましたけど,なるほど、ね、確かに選び放題ですしサイズも調整もしやすいでしょうしねはあ、はあ、そこで手袋をたくさん買ってドラッグストアでポイントを貯めてってであの掃除機を,除機を得る <laughs> <laughs> 確かにドラッグストアでも売ってるらしいですねタクシーの運転手さんがつけてるような白いやつなるほどあそういうのをあのつけてやってみると逆にこの手湿疹 とかね、ちょっと柔らぐかもしれないですね。はい。あとあの水が入るようにするにはどうしたらいいですか？<laughs> あのこれだとちょっときついのかしら？いやでもどうなんですかね。水がちょっとあのその手袋で逆に吸収してくれていいとか。はい、あ逆にね。にね水がそうかそうか。あの私が手を手のそのグローブの中を水浸しにしてしまうのを 手袋をさえ干せばよくなるということですね。すねあ、いろいろと一石二鳥でございます。え、たくさんいいお手入れいただきなさいですか。はい、あの、ちょっとね。あの、試してみたいと思いますね。木綿の手袋、早速。うんうん、はい、検索してみようと思います。情報。ありがとうございました。した以上、ドリーのいいとこどりクエスチョンマークのコーナーでした。 はい番組は終わりのコーナーになってきましたねはいえとうとうエンディングになってしまいました、まあ、いつもながらあっという間でしたけれども一ヶ月ぶりの生放送なんですよねそうですねはいあななんかあっという間というばっかりで <laughs> <laughs> 一瞬で過ぎ去りました今日はたくさんあのコメントいただきましてありがとうございます、はい、お便りも本当にたくさんいただきまして、はい、ありがとうございますありがとうございますさて、えー、さっきねお話しできなかった我々のあのお掃除靴のおすすめみたいなものってあ。 私のおすすめじゃあ先言っていいですかはいお願いします、はい、ニ,トニトリで売ってる斜めのカットが入ってるコロコロですねあコロコロ、はい、うちに猫がいるのでまあ、コロコロって結構必需品なんですけどあれ切れ目入ってるけどなかなか切れなくないですかうんそうですね、うん、いいってなるんですよ掃除しないくせに <laughs> いいってなるんですよそこはなので あのどうにかならないかなと思ってたんですけど、ちょうどねニトリ行った時見たらね、あの斜めにカットが入っているものがあって、スルスルスルって取れるんですよ、一枚ずつ。そしたらね綺麗な状態でコロコロできるのでねおすすめです。なるほどいいですね。はい。それで坂上さんははい。えー、僕はですねやっぱりこう音楽に絡めたいっていうのもちょっとあるんですけれども、はい、やっぱ掃除ね自分の好きな音楽とかこうノリノいやのを聞きながら掃除をするとやっぱこう ついついこうね元気に掃除ができちゃうと思うんですね。で、えっ、ー、とこうサブスク系のあの契約とかをねしている方はぜひあの検索ワードで掃除って言ってねあの入れて出してみてください。そうすると掃除に合うクラシックとか掃除に合う音楽みたいなものがねいくつか出てくると思います。結構ねあのノリノリのっいうかねあの掃除が進むような楽曲が聴けますんでおすすめです。はい。 じゃあ私もちょっとそれでやる気出ますかね出ると思いますよ間違いなく、はい。ちょっと検索してみましょうはい、はい、じゃあ最後ちょこっとだけ宣伝させてもらっていいですかはい告示でお願いしますえっと今度4月の18日なんですけれども、はいえー、川崎にありますクラブチッター川崎というところで今度、えー、ねドリームキングダムのイベントに参加させていただくことになりまして、えー、ちょっと大きいステージなんですけどねだいぶ頑張りたいと思いますしえー、そこの中ではねドリーさんも司会ではい 司会であのー、さ賛成させていただく予定でございますはいということでこちらも引き続きよろしくお願いいたします、はい、ツイッターとかにも詳しい情報を、ね、今後上げていくと思いますので皆さんえっ、ー、とぜひツイッターとか、えー、フォローしていただけると嬉しいですはいさてお送りしてきました坂上ドリーのレコメンドそろそろ終わりのお時間となりました次回の放送は2月6日日曜日午前11時からですこの番組のお相手は坂上智則とドリーでお送りいたしました エンディングは「紅白」でも素晴らしい歌唱を聞かせてくれた YOASOBI のアルバム「THEBOOK2」に収録されているもう少しだだけをお聞きください。それでは次回のレコメンドをお楽しみに